何セルマックス売って赤本さん大変だろうなと思いましたねガーとかうわーとか言ってるだけですよね。すごくお疲れになってましたでしょう。それはセルがセルマックスというね、まあ、新たなキャラクターとして登場しました。そしてガンマン1号2号も共闘して立ち向かっていくという、まあ、胸が熱くなったし泣けるシーンでした。まずセルが登場するぞって聞いた時、あと実際に出来上がった映画をご覧になって野沢さんいかがでした？セルがセルマックスになってっていう。そうびっくりしました。セルマックスって何セルマックスってっていう感じだったんですけどねえ、でもなんて言うんでしょう、それぞれの私いつでもすごいなと思うんですけど、まあ鳥山先生がすごいんですけどね、原作をお書きになるから。でもよくこういうふうに次から次へといろんな役がね出てきて、あの全然違うじゃないですか、性格もで面白いじゃないですか、1話1話が。だから皆さんに見ていただけるんだろうなと思って。でも鳥山先生も喜んでました。この間お会いしたんですけど、あのそうですか、一緒に見たんですよ。え、はい、先生と試写会のような感じ で、ね、そんなすごい情報ここで軽く言いましたけど、今なんか今一緒に見たんですか一緒ってまあこんな風に突きついてみたわけじゃないですよ。そんな見方しないの、ね、先生は後ろだった、私は一つ前だったんですけどね。でご覧になって面白かったですね野沢さんっていうから面白かった、でも先生がおかげになったんだから、はい、そうですか、はい、古川さんどうですか、セルが今回セルマックスになって。いや若本さん大変だろうなと思いましたねだけどあれ考えたら楽って言えば楽ですね、なんかガーとかワーとか言ってるだけですよね。いやいやいや私でも収録終わりの若本さんを見かけたんですよ。すごくお疲れになってました。でしょうそれは、はい、すごい、もうす私たちも全力は尽くしますけど、そうですね、すごいですもんね、はい、こうやるんですよ、いちいちセリフでむわっとか、ね、そう、それであの、はい、全然人のセリフを構えなしにガーッと押してきますんで ねすごいですよね、大変なんですけれど、はい、避けなきゃダメなんですよ今回あの別撮りしましたんでそれがなくてよかったです。そうですか、